皆さんいかがお過ごしですか。福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です。今日は私春が小学生の作文を朗読します。あと1年でパラリンピックですとテレビから聞こえてきました。来年は東京オリンピックがあります。また同時にパラリンピックも行われます。しかし僕はあまり気にしていませんでした。そんな気持ちでテレビを見ていると走り幅跳びの人が助走をして大きく飛ぶ姿が映っていました。選手が少し変わった形をした義足をつけていました。僕はよくあんな形の義足をつけて飛ぶことができるなと思いびっくりしました。今はいろんな形の義足ができているのでたくさんのことができるようになったけれど昔はなかったそうです。義足でただ歩くだけでも大変だし長い時間履くと足が痛くなってくることもあるそうです。パラリンピックの種目で車椅子レース、車椅子テニス、車椅子バスケなどがあるそうです。テレビの番組でバスケが得意な人が車椅子バスケを体験するところがありました。しかし全然できませんでした。車椅子を動かしながらドリブルやシュートをすることがとても難しいようです。今まではオリンピックに出場する人はかっこいいと思っていましたがパラリンピックに出る人はもっと練習して難しいことに取り組んですごいと思いました。ある日お店に行った時僕は車椅子の人を見かけました。僕たちだったら全然気にならない通路に置いてある箱や少し通路に出ているカゴなどをとても気にしながら通っていました。でもその時僕は何もできませんでした。ただそーっと見ていることだけしかできなかったのです。パラリンピックに出場して成績を残す人たちもいますがまだまだ買い物や道路などで困る人がたくさんいると思います。そんな人たちも僕たちと同じように気にしないで何でもできるような世界になれたらいいなと思いました。僕もただ見ているだけだったけれどいつか行動ができるようになりたいと思います。